どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、楽天トラベルとマリオットボムホテル、提携しておりますよね。本日はですね、こちらが既存会員の方もね、利用することができるようになりましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、知らない方もね、多いかもしれないんですけども、公式サイトこういった形になっておりまして、楽天トラベルとマリオットボムホテルっていうのは、提携したんですよね。まあ、提携した時にはですね、かなりね、期待しておりまして、まあ、どういった感じでね、利用できるのかっていうね、感じだったんですけども、結局ね、提携はしたんですけども、このマリオットボンボイに、この楽天経由ですね、新規入会した方だけですね、この特典がね、利用することができるっていう風な仕様だったんですよね。ですので、私みたいにですね、もうずっと前からね、マリオットボンボイ会員の方はですね、提携したところで特にね、メリットがなかったわけなんですよね。まあ、こういった感じになってたわけなんですけども、公式サイトにね、こういった文言がね、最近追加になりまして、既存のマリオットボンボイ会員でも特典受けれるようになりましたということで、まあ結構ね、いい内容にはね、なっているんですけども、まあ実際が伴ってないみたいな、まあそんな感じにはね、なってしまってるんですけども、まあひとまずですね、今回ね、こちら解説していきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではですね、公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、気になる方はですね、そちらからね、ぜひチェックしていただければな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、公式サイトね、こういった形になっております。既存のマリオットボンボイ会員でも特典を受けれるようになりましたということで、既存のマリオットボンボイ会員はね、こちらっていうのがね、あると思いますので、こちらをクリックしていただくと、アカウントがね、紐付けることができるようになっております。こちらね、ちょっとよくわかんない部分がございまして、これね、本当に紐付いてるのがよくわかんないんですよね。ちょっと私もね、動画を作るにあたって、先ほどね、この既存会員の方はこちらをクリックさせていただいたんですけども、クリックしますよね。そうすると、マリオットの方にね、移行するんですけども、で、マリオットでログインしますよね。そうしたら自動的に、まあ、楽天トラベルの方にね、移動するっていう風になるんですよね。ですので、紐付け完了しましたとかね、まあ、メールが来るとかね、そういったアクションはね、一切ございませんので、まあ、ちょっとね、これが紐付いてんのか紐付いてないのかちょっとわからないですし、またね、新規の方はね、こちら承認メールとか来るみたいなんですけども、ちょっと私の方はね、確認できておりませんので、まあ一応これで OK なんじゃないかな、なんていうふうに思うわけなんですけども、まあこういったね、感じになります。で、これね、アカウント紐付けましたよね。まあどういった特典が受けられるのかっていう話なんですけども、公式サイトにね、こういった形になります。マリオットボンボイの入会の4つの特典ということで、まず1つ目ですね、マリオットボンボイポイント、またね、楽天ポイント両方がね、貯めることができるようになります。ポイントについてはね、ちょっとまた後で話したいなと思うんですけども、まあ、こういった形になっておりまして、2つ目がですね、マリオットボンボイポイントを楽天ポイントに交換可能。まあ、これは結構前にね、動画にもしましたけども、まあ、レートはね、あんまり良くないんですので、まあ、逆方向をね、今後ね、開始される予定みたいですので、こちらを期待しているわけなんですけども、こういった形になります。で、またね、マリオットボンボイ会員はいつでも会員価格で予約可能っていう風になっておりまして、12歳以下のお子様は対象ホテルで朝食無料、まあ、こういったね、特典が用意されております。ですので、ステータスとかね、そういったものも、このね、楽天経由でマリオットボンボイホテル予約した場合でも、利用することができるようになるんですよね。これは非常にいいですよね。またね、ステータスも使えるということで、実績とかね、もらえますし、ステータスポイントもね、もらえるっていう風になりますんで、まあ、いいことしかね、基本的にはないんですよね。で、今回ね、この既存会員の方が、紐付けできるようになりましたということで、まあ、進んでいくとね、楽天トラベルのトップページにね、行くわけなんですけども、こちらね、私の方で結構ね、いろんなホテル探させていただいたんですけども、これね、まだ既存予約がね、対応されているプランっていうのは、まあ、用意されてないようなんですよね。まあ、ここね、先用意してからこれスタートして欲しかったと思うんですけども、こちらね、横浜ベシェラトンの、マリオットボンボイ会員対象プラン、スタンダードラグジュアリーフロア朝食付きっていうね、こちらプランがあるんですけども、こちらでね、マリオットの新規入会した方限定みたいなプランもありますし、まあ、その記載がなかったんで、まあ、これだったら利用できるんじゃないのかな、なんていうふうに思って見てたらですね、日付のね、ちょっとしたら辺に、マリオットボンボイ会員はシルバー以上の楽天会員が楽天トラベル上で入会した場合予約可能です。日程によって会員カードが表示されない場合がありますということで、楽天会員がね、楽天トラベル上で
マリオットボンボ入会しないとですね、こちらも利用することができないということで、どうやらね、まだ既存のね、マリオットボンボイ会員が使えるプランっていうのは、まだね、用意されてないような感じなんですよね。ですので、このね、今表示させていただいたプランとかもね、既存会員の方が対象かどうかもよくわからないですし、またね、こういうのがない表記であってもですね、下の方にね、マリオットのステータス使えませんみたいな、まあそういった文言がね、あったりいたしますので、まあ正直ね、今すぐこちらね、利用するのはね、ちょっと厳しいかなっていうか、多分こちらね、利用できないと思いますので、これはね、今後に期待っていう感じですかね。結局ね、まあお得に利用できなかったらね、まあちょっと意味がありませんので、まあこれからね、今後対応されていくと思いますので、まあもうちょっとね、表記等々をね、ちゃんとしてからですね、皆さんね、利用していただければな、なんていうふうに思うんですよね。やはりね、ポイントももらえて、ステータスも使えて、まあそういった状態でですね、この楽天スーパーセールとかね、まあこういったクーポンを使って、マリオットボンボホテルね、お安く利用できて、宿泊実績稼いだりね、まあ普通に宿泊したりとかね、できれば、まあかなりいいかななんていうふうに思うんですけども、まあ現時点ではね、こういった感じになってるみたいですので、まあ今後に期待っていうふうになりますんで、一応ね、こういった話になっておりますんで、まあこの点だけね、覚えておいていただければななんていうふうに思います。ということで今回ですね、楽天トラベルとマリオットボンボホテルね、既存会員の方も利用可能へということで動画ね、作らせていただいたわけなんですけども、一応ね、公式サイトは出来上がってるんですけども、実質はまだ伴ってないっていう風になっておりますんで、まあ、この点はね、注意してください。もしね、利用されたいっていう方も、本当に注意事項とかね、下の備考欄みたいなところに、ステータス使えないとかね、そういった文言がね、書いてある場合がね、結構いろんなところに書いてあったりしますので、あとね、マリオットボンボイ会員に新規なった方限定プランとかね、まあこれもね、既存会員だと多分利用できないね、価格になってしまうと思いますので、まあこの点はね、本当に注意していただきたいなと思います。おそらくですね、今後ね、既存会員の方も対象プランみたいなのが多分表示されると思いますので、今すぐ利用っていうのはね、ちょっとお勧めできないっていう風になりますんで、まあ今後ね、こういった形になるっていうことだけ覚えておいてね、いただければなと思います。私がね、この提携が始まった時にね、デスクに確認した内容だと、この楽天トラベルで経由してマリオットボンボイホテルね、利用した場合でも、楽天ポイントも貯まって、マリオットボンボイポイントも貯まって、ステータスのね、ボーナスポイントももらえて、宿泊実績ももらえる。で、ステータスが使えるってことは、アップグレードも朝食もっていうね、まあ結構ね、メリットしかないね、内容っていう風になっておりました。のでまあこの上でですねスーパーセールとかのクーポンとか使えればねまあかなりいいのではないのかななんていうふうに思いますのでまあこちら実装ねちょっと待ちたいなっていうところですよね。ということで今回動画ねこんな感じで終わりたいなと思います。あ、そういえばですねマリオットボンボホテルにですねこのマリオットアメックスプレミアムカードで、切った場合獲得できるポイントっていうのは非常に計算方法がめんどくさいんですよね。こちらね計算方法ね毎回覚えておいてください。まあ計算方法ね結構複雑でサービス料とかね税金込みでこっちは計算するこっちは計算しないみたいなのがあるんですけどもまあこういったのがねめんどくさいですよね。ですけどもポイント付与ね正しくもらうためにはですねある程度計算できた方がいいですよっていう話をね私はさせていただいてたわけなんですけどもこちらね覚えるのもめんどくさいので私のねLINE 公式アカウントにですねマリオットボンボイのホテルに宿泊した時にマリオットアメックスプレミアムカードで切った時のねポイントの自動計算ツールっていうのをね作成いたしましたのでそちらもねぜひ使っていただければなと思います。料金等々ね入れていただければ自動的にねポイントを算出してくれるっていう風になりますんでまあホテルね宿泊してこのマリオットボンボイプレミアムカードで切った場合のね額とかを入れていただくとまあ自動的にねポイント表示されるっていう風になっておりますんで多ければね別にいいんですけども大幅にね少なかったりしたらホテル問い合わせねしていただいたりねすれば正しいポイントねもらえたりするかななんていう風に思いますのでぜひねよろしければ LINE 公式アカウントからね登録して利用ねしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。